幼生帝、幼生帝は、真意の、第五代皇帝。意味縄種、陰神、の字は、示せ神。病号は清掃、清僧。死後は、健康帝。天下ル法、破湾理。財政時の言語をとって、幼生帝と呼ばれる。後期帝の、第四子として生まれる。母は、徳妃の親、カラス宮菱、皇國に皇后。皇三十七年、六百九十八年に、 泥いベいれ、上から三番目の爵位として白旗に分布され、白旗旗王となり、後期四十八年、1709年に、カズ・ヒロシ王、シ一番目の爵位に進められ、満州にいる六、猛古にいる三、漢軍にいる三と、大井にるを合わせ成人男子三千名ほどの基人を、従えた旗王となった。後期帝は、次男で皇后のこの種、を寵愛し、 二歳で皇太子とした。しかし、満州人には、長子相続という慣習がなく、中華式の皇太子の地位など他の巫女たちには、納得がいかず、各旗の貴人たちは壮烈な党派争いを演じ、陰謀が巡らされ皇太子は孤立して、自暴自棄となり、収容を怠って遊び歩き、賄賂を取って、政治を歪め、さらには、皇岐邸を泣き物にするクーデターに、まてを染めたとされた。 そこで、後期帝は、やむを得ず、皇太子を二度も敗退しとし、以後新たに皇太子を置くことはなかった。後期六十一年、千七百二十二年、後期帝が病を得て崩御すると、論古土が受けた遺傷によって種が指名され、皇帝に即位した。この時十五歳であった。後位継承には、母親の出自の帰戦が重要であった清において、他の巫子の母親に、 モンゴル王公や満州人の名家の娘などが居並ぶ、中、母親が土木で、下級貴人であるボーイの家の出身と出自が悪い上、白旗旗王の中でも特に序列が高かったわけでも、なく、加えて即位までの経緯から政治的基盤は、脆弱であったため、要政典は、皇帝直属の八旗である上三旗、正旗、期、政治路のものがつくような職に白旗の旗王時代の部下、 判定求人と呼ばれるをつかせたり、見どころのある下ごきの者を、上三期に移動させるなど、上三期の掌握に不信し、論古堂を早々に中殺。後継者争いの後も関係を保ち続け法等を、形成し、相続を争おうとする頼み子や、上三期の大臣たちには容赦せず、皇帝家土神皇、皇帝帝八王、秋名、秋名、阿蘇の名、犬、種をさすえ、スシュ。 最よもえ黒、豚と解明させて監禁し、その二ヶ月後には、法当の領収である上三紀大臣のアルスンガと、オロンダヨ処刑。さらに独裁権確率を狙い、至るところに密定を潜り込ませた。1732年に内閣を飛び越えて、決裁を行う、軍機ところを創設し、革新たちに口出しさせず、政治に当たった。その他、皇帝の意味名を寄避する風習から、 陽生帝に忠誠を尽くした種、ただ、後期帝十三男を除く兄弟の字を種から上に、解消させた。皇位継承の安藤を経験したことから、陽生帝は皇太子を擁立しない方針を決めた。代わりの後継者指名法として、皇位継承者の名前を書いた直書を印で封印した。あと、四城関成宮の玉座の後ろにある、聖大孔明と書かれた変額の裏に隠し、 防御後に一定人数が立ち会った上で直所を開くという方法を考案した。これを密直立大使法、大使密立という。それまでは皇太子の周りに時代の権力の座を狙って集まってくる者が追従を繰り返すことによって皇太子の性格が歪んだり皇帝派と皇太子派の派閥争いが起きる弊害があったが、こういった事態を封じ、 皇帝の先制君主の座が確立した。この方法により、寝台には暗具な皇帝が比較的出なかったと言われる。妖精帝は単なる恐怖政治家ではなく、史上稀に見る勤勉な皇帝であった。毎日夜遅くまで政務にあたり、大量の上層文にいちいち目を通し、すべて自分で皇帝自身による沈みによる脱皮、その他の書き込みを、 満州語で書かれた上層文なら、満州語で漢文で書かれた上層文なら漢文で書き込み、一日の睡眠時間は4時間に満たなかったという。前述の密定も、ただ監視をするだけではなく、地方官に業績の優れた者がいれば、これを報奨した。また、民衆の手本として自ら倹約に努めている。書き物をするときに重要なものでなければ、 紙を裏返して使い、地方官が手紙を皇帝に送るときにあやぎぬを用いると、なぜこんな無駄なことをするのか言って紙を使わせた。政治の最高機関である軍機ところの建物も、みすぼらしいバラックのようなものであった。父の皇帝が行った文人弾圧を、養成帝も強く行い、何冊もの本が禁書となった。成長を批判する者には、厳罰でのんだ。 陽生四年、1726年、厚生省で行われた家去の初期段階の試験である、里見において、内閣学士で、礼部次郎、文部次官に相当であった、殺具庭という試験官が、司教の一節である、痛み初止めという部分を出題した。この一節は、政長を批判するものだとされ、殺具庭は投獄され、病死、死体は、晒し者とされた。さらにその息子も、死刑、 一族も投獄されたり、流罪に処されるという非常に厳しい処分を受けた。この事件は、実のところ、論古と派閥に属していた、殺具、庭らの排除が目的であったとされる。また、開始層により満州族の支配を良しとせず、民の復活を唱える、思想家に対しては自ら論破し、討論の経緯を、大義革命録という書物にまとめた。陽政6年。 1728年に、漁流量の自分表選、回の弁を読破してそのそれに感化されたという学者が、長期にある、妖精帝の著作である、大義革命録を批判し、四川総督武、正気をそそのかして、漢民族の復興を図ったために、武、正気は彼を捉えて、妖精帝の目前に引き出した。妖精帝は、創生の言い分を聞いて、その処置を考えていた。 しかし創生は、臆することなく、毅然として、満州族は、大してことなく、漢民族がいかに優れているかとする持論を唱えたため、妖精帝は、特例として、彼を許した。創生は、拳流帝が即位すると処刑れた。妖精帝は、三世の落土、石膏の特図領土、暗記の予僕を、それまでの奴隷階級から解放した。これは、 彼の仏教思想に由来するとする説がある。なぜなら、自ら延命孤児と称し、五千宝いかだ成果という仏教関係の著作まであるからである。なお、制度としての奴隷階級は消滅したものの、奴隷に対する別詞や、生活環境の劣悪さはこれ以後も根強く残った。明朝期以前においては、南京の音に基づく南京緩和が規範とされていた。 新長期になると、緩和の中心は徐々に南京緩和から北京を元にした北京緩和へと移っていった。そのような中で、陽精帝は中央統制体制を強化するために北京緩和の普及を図り、緩和政策を定義した。福建省に西音書院と呼ばれる緩和の音を学ぶ書院を立て、また、関東省の民間の越州書院などを支援して、緩和教育を担わせた。 これらの教育機関では、教科書として、静音説用、静音疎化などが用いられた。18世紀初頭以来のチベットの混乱に対し、高規定は危機に陥った、超高国を救援するという立場から介入、ジュンガルの占領軍を撤退に追い込み、ダライラマイをめぐる混乱を整理、愚子ン一族には、範囲継承の候補者を選出するよう促した。しかし、 具志ン一族の内紛は深刻で、範囲の継承候補者について、強引に達することができず、後期帝はの死によって、空位となった、チベットの範囲を埋めることができないまま没した。妖精帝は、具志ン一族の体験のなさ、ジュンガルと結びつく、可能性、具志ン一族がジュンガルと組んで新潮と敵対した、場合、アルタイ山脈から完縮、視線、 雲乱に至る長大なラインが線とカスなどについて強い不信感を有しており、七味角の方針を一転し、即位後直ちに愚子藩一族の本拠であった、大見地方に出兵、愚子藩一族を制圧した。妖精邸は、愚子藩一族が、カム地方の諸公や七十九族と呼ばれた、チベット系、モンゴル系の遊牧民たちに対して有していた、支配権を接取、チベットを、 三羅山脈から陸側の線で2分し、この線の北部は、大見地方と寒宿、四線、雲南の諸将の間で分割、この線の南に位置する三十九族や、カム地方西部は、ダライラマに昇級し、その支配を、岩田ポタンに委ねた。外、モンゴルにまで勢力を拡大したことで、オイラトや、ロシア帝国との国境を確定する必要が生じた。ロシアとは、 キャフタ条約を締結して、外モンゴルの国境を定めるとともに、両国間での交易に関する協定が結ばれた。かつて、高規定が結んだ、メルチンスク条約と同様、国境を確定させるという姿勢は、当時における中国の一般的な対外関係とは違いが見られるものの、対ロシア関係もリハインにおいて処理されたように、従来の徴工秩序を揺るがすようなものではなかった。 また、オイラトとは、ガルダンの後継者チェワン・アラブタンとの間で、国境交渉を持ち、1730年に、アルタイ山脈を境界とする取り決めが成立した。1735年、働き続けた妖精邸は崩御した。伝説によれば、かつて処罰したリョ、漁流領の娘、あるいは反乱を企てた罪で処刑された、ロボーの妻に殺害され、首を奪われ、ゆえに、 清志清涼大量に埋葬された妖精帝の首は黄金製の作り物であるとする創作もある。先に挙げた仕事中毒とも言えるような働きぶりによる過労死とする説を支持する者も,も日本には多い。また、ナポレオン・ボナパルトと同様、重い責務でストレスをため、夜遅くまで酒を飲み、脂っこい飯を食べ、昼に眠るという生活が四季を早めたと思われる。 現代の中国では、呼吸当案の研究結果から、どうかの新鮮思想に凝った結果、不老長寿のために服用した、単薬による中毒死ではないか、と推測される。なお、陽生帝のお抱え同士たちは、後の権利帝によって、追放処分を受けた。新皇室の離宮、延命園は、陽生帝が、新皇時代に後期帝から配慮した庭園をもとに造営された。 ものである。妖精帝の生涯を描いたものとして、全44回の連続テレビドラマ、妖精王朝、1999年がある。出演、東国京。映画、少林寺への道に、1976年、カンフーエンペラー、1981年も、妖精帝が主人公の映画である。他に関連した作品として、妖精帝の三大模範、 の一人である、リマモルを扱った、作品、リマモル当館、全30回でも冷徹な人物として登場している。妖精王朝と同様、妖精帝を、東国教、十三王子王妃が演じた。また、少林寺炎上、1976年や、テレビドラマ、宮廷女官和歌、2011年、宮廷のいい女、2011年などにも、妖精帝が罰している。 また、妖精帝によって作られたと言われている情報、暗殺などの秘密工作を受け負う秘密組織は、仏教小説や香港映画の題材として、たびたび使われている。映画、空飛ぶ、ギロチン、1975年や、それをリメイクした、フライングギロチン、2012年が、その代表作。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。